2006年11月、対フランス戦で、リッチー・マコーがリードして、オールブラックスが、釜手を披露する様子、マオリの伝統的なダンスである墓はニュージーランドを、中心とする各国のスポーツに取り入れられている。マオリの選手の時の声である墓は、士気を高める、ものとして、ニュージーランドで親しまれており、オールブラックスことラグビーユニオンニュージーランド代表が、このダンスを用いて、 試合の挑戦を行うのが通例である。他のニュージーランドのスポーツ代表チームや人口の大半がマオリであるニュージーランド領クック諸島の代表チームも国際試合の前に墓を踊ることが多い。スポーツの場で披露される墓はニュージーランド国民のアイデンティティを象徴するものとして非常に重視されている。1932年に対オーストラリア戦で オールブラックスが踊った墓のクライマックス。1888年にマオリを中心とするラグビー代表チームであるニュージーランドネイティブズが墓を踊ったのが始まりであると言われている。1903年8月にニュージーランドチームがシドニーで行われた対オーストラリア戦において初めて国際試合で墓を披露したが、この時の演目はテナコエカンガルーであった。 1905年の遠征で代表チームはオールブラックスと呼ばれるようになったが、その際に定番となる墓、鎌手を初めて踊っており、この時は対戦相手に対して士気を高めるというよりは観客向けのもてなしとしての要素も強かった。1924年にオールブラックスがイギリスに遠征した時はコニュキレーニが使われた。百三十五から十六年の遠征では、 そもそもあまり墓が使われなかった。1980年代に、マオリの選手であるウェイン・バック・シェルフォードがオールブラックスだった際、墓がそれまでよりも重視されるようになり、試合前にほぼ必ず披露されるようになった。マオリの選手がリードを務めるのが通例であるが、21世紀になってからは、マオリ系でない選手がリードを務めることもある。 2008年ラグビーワールドカップで墓を踊る、ラグビーリーグニュージーランド代表、カマテは1820年頃にナキトアの主張手、ラウパラハが作ったと言われている。で、ラウパラハは、極めて有望な選手として知られており、カマテには、生死の境で揺れ動く感情が表現されていると言われている。本来の歌詞は現在オールブラックスが歌うバージョンにより、長い。1905年、 代表チームは本格的なイギリス遠征を行い、この頃からオールブラックスという愛称が用いられるようになったが、カマテを初めて披露したのもこの遠征である。対スコットランド戦及び対ウェールズ戦で披露されたという記録が残っている。カマテはオールブラックスがパフォーマンスする墓の中でも最も有名なものであり。 ニュージーランドのナショナリズムにおいて重要な位置を占めるものとなっている。カマテは通常、リーダーの指示に引き入られて他の全員が歌うという構成になっており、歌詞は以下のようなものである。メディアを再生する2014年、ダニーデンで披露された、ハカ1903年8月に、対オーストラリア戦で披露された、テナコエカンガルーはこの時のために作られたものである。初めて、 テナコエカンガルーを披露したこの試合では、ニュージーランド代表が勝利している。歌詞は7月の時点で、シドニーモーニングヘラルドや、サンデータイムズなど地元のいくつかのメディアで報道されており、以下のような内容であった。1924年から25年にかけて、オールブラックスが、ジ・インビンシブルズツアーを行った際には、この時のために作られた墓、コニウティレニンが使用された。 この遠征の時にパリでジェームズ・ジョイスがオールブラックスの墓を聞いておりニュージーランドで修道場をしていた妹シスターメアリー・ガートルードに手紙でこのことを書き送っているほかフィネガンズ・ウェイクでもこの墓を引用している2005年8月27日にダニーデンのカリスブルック競技場で行われたトライネーションズの対南アフリカ戦でオールブラックスが 初めて新しい墓、カパオパンゴを披露した。チームのキャプテンであるタウ馬ガが,が長く挑発的な文句で先導し、親指を喉のあたりで動かす振り付けがあったため、喉をかき切る動作だと解釈された。カパオパンゴは、黒のチームという意味である。ムガティポローのレデクラーデリが作者である。カパオパンゴは、コニュキレニンの初めの部分を参考にして作られている。フランスのリヨンで行われた、 対ポルトガル戦での墓オールブラックスが披露する墓はニュージーランド人のアイデンティティにとって非常に重要な役割を果たすものだと考えられている。オールブラックスのメンバーも墓の伝統はニュージーランドの多様性を象徴し代表の威厳を示すものであるとして重視している。墓のリーダーを務めることは名誉なことだとみなされている。チームで最も年長のマオリ系の選手が墓を リードすることが多いが、2005年にサモア系の棚、ウマガがリーダーを務めて以来、マオリ系でない選手が務めることもある。21世紀のオールブラックスは多民族なチームであり、墓の専門家に問い合わせたところ、リーダーにふさわしいものであれば、誰でも墓を先導できるというアドバイスを受けたため、マオリ系でない選手にも墓をリードする役割が割り振られるようになった。2005年、 オールブラックスは、ウェールズラグビーユニオンの要請に応じ、100年前の1905年に行われた墓の伝統を作ることになった最初の試合を再現することにした。この時は、オールブラックスが墓を披露し、その後に、ウェールズ国家、我が不その土地が演奏された。2006年11月の試合でも、ウェールズラグビーユニオンがこの順番でパフォーマンスを行うことを要請したが、 オールブラックスは拒否して抗衣室で墓を行った。キャプテンのリッチー・マコーによると、これはオールブラックスの伝統について他のチームが干渉することは許されないからである。2006年にオーストラリアでオールブラックスがハンドバッグを持って墓を披露しているように見えるようコンピュータグラフィックス処理をした CM が放送された。これはオールブラックスの前のキャプテンであっただな。 ウマガがチームメイトのクリス・マソーをハンドバッグで殴った事件にヒントを得てものであった。オールブラックスのアシスタントコーチだったウェイン・スミスはこの CM をマオリとオールブラックスの伝統の両方にとって無礼だと批判した。対戦相手のチームが墓を無視する戦略を取ることがある。ラグビーユニオン・オーストラリア代表は1996年にウェリントンで行われたテストマッチにおいて 墓を披露する、オールブラックスを無視して、ウォームアップを行った後に敗北を起死した。2007年のワールドカッププールマッチでは、ラグビーユニオイタリア代表が墓を無視した後に、敗北したが、オールブラックスのメンバーであるケベン・メアラムによると、冷たくあしらわれたせいでチームは帰ってやる気を出し、イタリアチームは報復されることとなった。1989年にオールブラックスは、ランズダウンロードで、 ラグビーユニオンアイルランド代表と対戦する前に墓を披露したが、アイルランドチームは密集した V 型のフォーメーションでニュージーランドチームに対面し、少しずつオールブラックスの方へ距離を詰めていった。墓が終わる頃には、キャプテンであるウィリー・アンダーソンはバックシェフィールドの顔からほんの数センチばかりのところまで近づいていた。1997年、イングランド対、 オールブラックスの対戦前にリチャード・コッカリルが墓に反応しすぎたせいで懲戒された。コッカリルは墓の披露の際、対戦相手であるノーム・ヒューイットの真正面に立って非常に接近した。審判はヒューイットとコッカリルが喧嘩を始めるのではないかと心配し、コッカリルをヒューイットから引き剥がした。コッカリルは あの日は正しいことをしたと信じていますよと述べており、しっかり挑戦を受けて立つと態度で示したのだと考えている。対イングランド戦で墓が披露される際には、イングランドのファンが揺れるチャリオットを歌って、書き消そうとすることがしばしばある。2019年10月26日に行われたラグビーワールドカップ2019準決勝では、ニュージーランドの墓に対して、イングランドの選手は、 V 字型に並ぶ行動を見せた。後日、統括団体であるワールドラグビーはイングランド側の数人がハーフウェイラインを越えて並んでいたとして罰金処分を課した。カパオパン後の墓にはのどの周りで親指を動かす振り付けがあり、これは喉を切り裂くことを示していると解釈されて批判を受けた。作者のラーデリをはじめとするオールブラックスやマオリの人々の解釈では、 この動きは心臓と肺に命のエネルギーを取り入れることを象徴するものであった。相手チームの喉をかき切ることを連想させるため、この振り付けを廃止しようという動きが出た。一方で2006年7月に行われた調査では、ニュージーランド人の60%がこの墓を支持していた。ニュージーランドの他のラグビーチームもしばしば墓を行っており、 ラグビーリーグニュージーランド代表であるキウィズ、ラグビーユニオン女子ニュージーランド代表であるブラックファーンズ、ニュージーランド社イスラグビー代表チームであるビールブラックスなども墓を行う。映画マーダーボールにはニュージーランド社イスラグビー代表チームが墓を披露する様子が収められている。他のスポーツでもニュージーランドの代表チームが墓を披露することがあり、バスケットボールニュージーランド代表である トールブラックスやアイスホッケーニュージーランド代表であるアイスブラックスも墓を行う。2002年にマンチェスターで開催されたコモンウェルスゲームズではニュージーランドチームがエリザベス2世の前で止まって墓を披露した。ニュージーランドのチームは墓のやりすぎで批判されることもある。コモンウェルスゲームズの水泳リレー競技で銅メダルを取った際、墓の披露に対して批判があった。 ニュージーランドのテレビ司会者であるヘイリー・ホルトはあらゆるニュージーランドのナショナルチームが墓をやろうとすることを批判している。国際アイスホッケー連盟は会場での墓禁止を検討したことがある。ニュージーランド以外のナショナルチームでも試合前の時の声を取り入れているものがある。ラグビーワールドカップ2019においてはオセアニア地域から本大会に出場した5カ国の うちオーストラリア代表を除く4チームがニュージーランド代表のハカ、フィジー代表のジンビ、トンガ代表のシピタウ、サモア代表のシバタウとそれぞれのオークライを行うとハフポストの記事で報じられた。ラグビーワールドカップ2015ではニュージーランド対トンガの試合がグループリーグで行われ試合前に両チームがシピタウとハカを披露し合った。 この時の映像は2018年に YouTube 内のラグビーワールドカップ公式チャンネルで公開された。ウォークライの際、現在はチーム間の距離を取ることが規定されている。行う側はハーフウェイラインから10メートル以上離れなくてはならない。対戦相手はハーフウェイラインを越えてはならない。また、儀式中に後ろを向くなどの対応は連儀を欠く行為とみなされている。 ありがとうございます。